前回山口県で10件目のスクープを検証した島田は今ちょっとナーシーでナーシー下を見んの微妙な美文字に困惑。見てない見てない大丈夫ないです。現在10箇所をクリア。そして次に島田が向かったのは、そして中村と中西が向かうのは、おはようございます。おはようございます。なんか中全然なんかノックしても起きなくて、もしもし、おはよう、起きてる？おはよう、起きてるよ。でも千織がね、行きたいって言ったのよ、島根と鳥取、うん、なんか寝坊してまだ降りてこなくて、めっちゃノックしても全然起きなくて、うん、だから動くにも動けなくてさ、あー、だからなんか私も早めに動かないとって思ってて、千織置いてくれば置いてっていいかな。これ千織に渡しといてもらっていいですか？手紙です。と渡しといてください。お願いします。出て行ってきます。じゃあまた。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの舞子さんがいない。寝坊ですかね。あ、マリコさんがいないんですよね、さっき。え、いないですよ、ここに。マリコさんからですか？何、怖い。え、千織へ。本当は千織と鳥取へ行きたかったけど、広島のお好み焼きが忘れられなくて恋しくて夜も寝れなかったので広島へ行くことにしました。え、私が寝坊したんですか？マリコさんじゃなくて。もういないですか、ここに。だからこの手紙ですか？え、本当ですか？え、どうしたらいいんですか、私。あ、置いていかれたってことですか？しかも広島に行ってますよ。でかいですもんね。はい、ありがたい。いや、無理無理、あれは無理です。というわけで寝坊で遅刻した中西は宿泊した岡山市内から自腹のタクシーで一人鳥取県に向かいます。やっぱ車移動って楽でいいっす。運転手さん、ちなみにこのタクシーの料金ってなんかスタッフさんとかに聞いてますか？あ、それ本当に聞いてますか？あ、ガチなんですか？2時間後、チームエイトメンバーとの待ち合わせ場所である鳥取県の観光名所、三朝温泉に到着。鳥取着きました。やっと着きまして、すごく天気も良くてですね、すごい気持ちいいんですけど。鳥取県に着いた中西が今回調査するのは、鳥取県代表中野郁美のスクープ。
ミンと待ち合わせをしてるんですけどですね、イクミンがさっきからいないんですよね。ようこそ鳥取へ。イクミン、鳥取県代表の中野イクミです。あ、イクミンびっくりした。そこにいたの？はい、ずっといました。全然気づかなかったよ。飛び出すように登場した鳥取県代表中野イクミンのスクープとは一体どんな内容なのか。鳥取県代表中野イクミンのスクープ。スターを目指す中野は日本一恐ろしい参拝をしているらしい。そうなんですよ。私はしてるの？してます。私さ、これ聞いた時に正直行きたいくないなと思って、この恐ろしいがついてるからさ。中西さん一緒に登りましょうよ。ちょっと怖くない？全然大丈夫ですよ。大丈夫？はい、中西さんならできます。行く？行きましょう。行きます。イクミーン。イクミーンね。イクミーンしまーす。あ、危ない危ない。イクミーン。イクミーンね。やってきたのは水徳山三仏寺。ここで中野が行う日本一恐ろしい参拝が行われているという。はい、はい、着替えました、うん、着替えましたけれども、はい、この格好一体何ですか？これはちょっと修行に出るための服装です。修行なんて聞いてないですよ私。怖いよ修行なんて。でも怖いですよね、うん、私たちだけじゃちょっと不安ですよね、うんうん、なので助っ人をお呼びしました。どうぞ。はい、修行の助っ人。あ、こんにちは、はい、この水徳山三仏寺の寺長をしております行順と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ね、ちょっと言われた通りですね、はい、こちらはですね、実は登山なんですけども、はい、その登山が修行の道なんですよ。はー、修行。木の根っこをつかまって上がる。木の根っこ。岩肌をよじ登って上がったり、草をよじ登って上がったりね。私きっとあの結構山登りしてないんですよ、小学校以来なので、はいはいはい、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あのフィールドアスレチックだと思ってもらえれば。本当ですか？、はい、根っこやいろいろそういうの結構なんか厳しい。そうですね、やはりその厳しい場所を上がって修行する、はい、それが心と体の修行になるというふうな場所ですね。なるほど、はいはい、この登山で目指すのは山頂付近の絶壁にある投げ入れ堂というお堂。それまでにご覧の数々の難所をクリアしていかなければならないのです。じゃあせーの。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、行きましょう。こうして参拝のための登山がスタート。イクミン早いよ。本当ですか？あ、おいしょ。怖いね。わお。なんか前来た時に聞いた話は、うんうん、なんかここ入ると一回なんかし、なんて、え、何？なんか死んだみたいな。何が？なんか死んだみたいな。誰が死んだ？自分が死んで生まれ変わるみたいな。何、ここ今死んだの？みたいな感じらしいです。怖いよイクミ。ちょっと内容が難しそうなので、ここで陽順さんに詳しい説明をお願いします。今ちょっと説明あった通り、こう川を渡ると、石灰門を渡って川を渡るということは一度あの世に、ね、で修行を終えて降りてくるということは新たな自分となって生まれ変わって降りてくるというふうな、ね、意味合いがあります。なるほど、なるほど、すごい深いですね。深い。修行でもあるこの登山、すぐに斜面が急な山道が現れる。大丈夫ですか？これどうやって？あ、なっ、あ、やっちゃった。危ない。イクミ、嘘でしょ、ちょっと待って。これ登れないよ。ここがいいですね。ねえイクミ、手かけて。不慣れな登山のため後輩中野をやたら頼ってしまう中西。あ、あ、これどうしたいの？その次足じゃここにかける。ほっ。そんな先輩を優しくサポートする中野。もう私
苦戦してるけど大丈夫です。大丈夫ですか。まず見えてきたのは一つ目の難所、木の根がむき出しになった急勾配の坂、かずら坂。足が入りすぎて、肉に、ね、こういう木の根があるとありがたいね。あ、怖いよ。大丈夫ですか。うん、今ってこれってどんぐらい登りました？8割、7割ぐらい登りましたか？そうですね、あと8割、7割。あと8割登ったのが8割じゃなくて、あとあとですね、はい、疲れた。早くも疲労の色がにじむ中西。足がどうですか？でも結構もうやばいですね。やばいですか？もう足とか手とかもう泥まみれになりながらやってるから。そうなんですか。あ、どうぞ。 何してんの？何してんのそれ？塩です。何塩？塩持ち歩いてんの？はい。なんで？好きだから。なんかこの塩分補給のためとか。あ、よくそれを言い訳にしてます。言い訳にしてるんだ。どうですか？ちょっと、しかもなんか普通の塩じゃないよこれ。あ、これ普通、あのヒマラヤのお塩で、うん、ヒマラヤの塩をいただくってなかなかない。あ、ぜひすいません、ありがとうございます。おお、やばっすごくない塩分？そうですか。どうです？普通の塩より。おいしいですね。でもめっちゃおいしい。あ、本当ですか、うん、よかった。気持ち悪いって言うんです。そうですね、ちゃんとあの小さい頃から持ってるもんで、いくって書いてあるんですよ。本当だ。ちょっと今塩分補給できたから嬉しい。あ、よかったです。ありがとう。じゃあ、はい、から塩分補給もしましたし。大丈夫ですか中西さん。これ結構、およっと。あれ中西さんめっちゃ上達してません？あ、本当に？めっちゃめっちゃ嬉しい。塩のおかげですかね。塩のおかげや。ファイト一発。あ、頑張った。あ、しょ、あ、いけますか。いけた。やった。岩肌を越えると現れたのは2つ目の難所、絶壁に鎖が1本垂らされただけの鎖坂。はい、じゃあ次行く道がこれです、はい、いやここも足の置き場もないじゃないですかこれ。まあ、その代わり手で持つ鎖というのがあるね、鎖坂、これを登っていきます、ね。登るんだ、まあ、ちょっと見た目は怖いですけれども。怖いです、すごく怖いです。登り方さえ分かれば大丈夫です。なるほど、はい。あの鎖を両手で持ってもらって胸に寄せる。胸に。体を起こす。起こす。そしてこう登っていくと大丈夫。はい。めっちゃ簡単そうじゃん。ね。はい、どうぞ。まずそんなもの？またいでった方がいいのかな。簡単そうです。余裕。イエーイ。これどうやって撮るの？そして最後は中西。おいしょ。あっ、頭打った。これまたいだ方がいいですか？そうですね、またいで。ですよね。怖い。頑張れ。怖い。怖い。気をつけてください。バランスが。大丈夫です。怖い。
こんなんでこうやって登ってた。足の体離した方。ああもう。あこっち？行きます？あ、よいしょ。ご苦労様です。おお。はい。じゃあですね、こちらが重要文化財の文殊堂という建物です。ああすごい高い。鎖坂を登った後に現れたのは3つ目の難所、文殊堂と呼ばれるお堂。このお堂が難所とは一体どういうことなのか。これからね、ここをね、先ほどの、ね、時計回りに一周します。一周すると文殊さんの知恵が授かる、頭が良くなるというと、ね、すごい頭良くなりたい期末テスト、はい、いやそうだよね、期末テストとかねあるよね。でもこんなに幅、体重のせいでガタンとかないよね。でも古いですから、うん、古いですからとか言うの本当マジでカメラマンさんも危ないです。わやばい本当に。すごいすごいなんか、あやばいっぱい怖っ。ねえこれさ、ちょっと斜めになってるよね地面。そうですね、ちょっとこんなね、ね、景色がいいと叫びたくなるんだけど。どうぞ、うん、もう叫んじゃってくださいよ。マリコさん寝坊してごめん寝坊したんですか。え、うん、寝坊したの。だから今一人でここにいるの。そうだ、本当はマリコさんも来る予定だったんだけど。すごいね、気持ちいい、ここで叫べると。いいですね。いいの叫ぶなくて。じゃあ私も。お、いつもわがまま言ってごめんそれはお母さんに。あ、メンバーに。メンバーにね、メンバーへの気持ちね。そうですね。いやここだったらちょっと素直になれるね。なれますね。心がちょっと清らかになった気持ちになる。もう本当軽いですね。軽い。防音の小楼、はいはい、続いてやってきたのは鐘楼堂と呼ばれる鐘つき堂。あとは投げ入れ堂を目指すのみ。ついたことなんて。鐘つくの楽しい。じゃあ。どうかロケがうまくいきますように。ゴールの投げ入れ堂まであとわずか。と、ここで。そして中西にも。気が立ってる状態なんですね。で、ちょっと今何人か刺された方もおられます。ね、はい、もうすぐ一番奥の投げ入れ堂なんですけども、はい、ちょっとこの先にですね、はい、蜂がちょっといっぱいありましたね。山頂付近に蜂が大量発生したため、安全を期して登山はここで終了。そして二人は下山することに。本当はね、投げ入れ堂まで行く予定だったんですけど、もうあとちょっとのところでね、ちょっと蜂に邪魔されましたけど、まああれ以上行ってね、もし支えてね、痛い思いしてもいけませんので、まあ人生と同じでね、一生懸命頑張ってもその時に。もうあとちょっとなんですけども、まあ、その時に諦めるという勇気っていうのもね、本当に大切です。頑張りました、諦める勇気、はいはい、何でも諦めるんじゃないですよ。あ、何でもそれはないですよ、はいはいはい、頑張ったからこそ諦める勇気が必要だよ。どうしてもない時にはね、その時もまあ大切ですよということでね、うん、ありがとうございます、はい、というわけで鳥取県代表中野郁美のスクープは本当でもね、最後まで行きたかった。
かったですね。ちょっとね、蜂がね、あのお邪魔してましたけども、そのおかげで私たち学べたことが一つあります。そうですね、諦める勇気、これはね、いろんな人に知ってもらいたいと思いました。やっぱね、頑張ってるからこそ諦める勇気が必要だと。このロケでもね、諦める勇気を、ね、あのどんどん出していきたいなと思います。本当に感謝してます。すぐに諦めちゃダメですよ。ロケバスに乗るという諦める勇気は違う。違いますね、はい、頑張ってるからこそのある勇気だと思います。はい、まあ、次は私島根に向かうので、はい、頑張ってスクープ取ってきます。頑張って切りください。またね、はい、うん、今度ご飯行こうね。はい、絶対行きましょう。ありがとう。またね。また会いましょう。うん、ありがとう。頑張ってください。えいえい、頑張れ。次回、広島県で谷優里がもみじ饅頭にちょい足し。チーズ抹茶チョコ、はい、決定です。オリジナル新商品誕生なるか。美味しい、これは美味しいね。